ケメン専門店でしたけど、お客様の要望に合わせてラーメン作ってみました。つけ麺でちょっと名前売らせてもらったので、そのベースを崩さずに、なおかつ味はちょっと違う感じに、あまり重たくならないようにバランスよく。つけ麺の麺と同じ配合で麺の細さを細くしたもの。ちょっとこってりとしたしっかりした味わいを味わっていただきたいかなと。チャーシュー飯一番人気ですかね。タレを炙って香ばしさを出すんです。丼が3種類あるんですけど、お昼はタイムサービスといたしまして100円引きとしてサービスさせていただいてます。